ザ・フェア・アン r u ン。どちらも表記がフランス語か英語かの違いであって、意味するところは、無名の美男子。英語版では、リベアウスデスコヌスに登場し、知られている。フランスでは、ルノード・ボージュとは、騎手流リュリタンの一種。蘇生を知らない、あるいは隠している無名の美青年を、主人公とする物語。大抵は、本名の代わりにニックネームを付けられた。 主人公が冒険の末に貴婦人の愛を得、また最終的には、高貴な血筋であることを認められる、という形式をとる。この場合の、フェアは、公正、公平の意味ではなく、文語的な表現として、美しいの意味。マイ・フェア・レディと大体語法は同じ。この物語群に属する人物として、ガングラン教のほか、ガングラン教のおじにあたる、亡命ことガレス教。 パンシバル教、ラコート、マルタイユことブルーノルノワール教など。その他、ガングラン教の父、ガウェイン教も少年期は蘇生を知らず、街頭の騎士と名乗り旅をしていた時期がある。大体いい、ほとんどのロマンスにおいて、あらすじは共通しており、著者によって若干強調する部分が異なる程度である。ガウェイン教は、森で出会った妖精。 ブランシュマルとの間にガングランを設ける。ブランシュマルは、ガングランの出生をひた隠しにし、一切血筋について情報が入らないようにしていた。しかし、ガングランは、森で少年の騎士に出会ってしまうと、自分も騎士になることを望み、アーサー王の宮廷に旅立つ。ここで、ガングランは、自分の名前を知らなかったので、ルベルインコニュー教として騎士に任命される。やがて、 宮廷に、ウェールズの王女、金髪のエスメレからの使者がやってくる。強力な魔法使いの魔盆の包囲攻撃に、苦しめられており、ぜひとも助けてほしいというのである。ルベル・インコニューは、アーサー王にこの使者と王女の次女を連れ、冒険の旅に出ることを願い出るのであった。こうして、ウェールズへ向かう途中、ルベル・インコニューは、さらにいくつかの冒険をすることになる。 その中でも特筆すべきは、魔法使い、マルジェ・ルグリとの戦いである。ルグリは、黄金の島の女主人、白い手のピューセルの求婚者であったが、ピューセルからは嫌われていた。そのため、ピューセルは、ルグリを打ちまかし、自分を救い出したルベル・アンコニューに感謝し、領地を持参金にして、結婚を申し込む。二人は結婚する気になるものの、ルベル・アンコニューはなるべく早いうちに、 ウェールズの王女を救い出すという義務を負っていたので、再び旅に出るのであった。そして、ルベル・アンコニューは、エスメレを助け出すことにも成功する。この後、ルベル・アンコニューは、第一の訪問の際、突然自去したことの謝罪のため、再びピューセルのもとへ、訪問しばらく、黄金の島に滞在し続けた。アーサー王は、帰還しないルベル・アンコニューを宮廷におびき寄せるために、 トーナメントを開催することにし、さらに彼を、ウェールズの女王となったエスメレと結婚させようと、考えた。トーナメントに参加するならば、ルベル・アンコニューは、ピューセルの愛を失ってしまい、永遠に会うこともなくなるだろうと思われた。だが、その犠牲にもかかわらず、ルベル・アンコニューは、トーナメントに参加することを決意する。また、ピュセルも、献身的にもルベル・アンコニーに尽くそうと、彼が、 トーナメントに参加できるよう、馬と従者、鎧などを輸送するのであった。そして、最終的に、ガングランは、エスメレと結婚し、また、ガウェイン卿の息子だったことが、明らかにされる。この結婚について、ボージュは結婚とは、情緒的な目的より、社会的なものを満たすものだということを強調している。ガングランは、マロリーの、アーサー王の死にも登場する。 ただし、ルベル・アンコニュとしても冒険は収録されておらず、ほとんど差したる活躍もない。端的に言えば、名前だけ登場すると言っても、過言ではない。最終的に、おじのモードレッド教、アグラベイン教と共に、王妃グイネビアが、ランスロット教と不倫関係にあることを調査しようと、したところ、証拠をもみ消そうとした、ランスロット教により殺害されてしまった。なお、 ランスロット卿が一人だったのに対し、ガングランたちは13人もいたのに、モードレッド卿を除く全員が10パヒトからげに全員、殺されてしまい、モブ以上の活躍はしていない。ありがとうございます。